よく避妊手術、去勢手術っていうのは、獣医さんやるんですけども、僕自身経験としてあんまりしたことはない。一般の病院さんと違うのはですね、そしたらここからですね、先生のお仕事についてちょっとお話をお聞きしたいなというふうに思うんですけど、まず現在の、はいはい、1日の大まかなスケジュールについてお聞きしてもいいですか。まあ、1日のっていうか、一応まず週で言うと、まず月曜日と金曜日が診察日って言って、動物の診察をしている、患者さんが来られて、こういう、なんていうかな、血液検査とか、超音波検査とかって、診察してるっていう形になるんですね。で、火曜日、水曜日が基本的に手術日っていう形になるんで、そこで手術してると。うん、で、木曜日がある程度自分の研究のことを進めたり、授業の準備したりとかっていう形でやってるっていう形になります。で、その中で1日でって言われれば、例えば、診察日はですね、基本的に宮崎大学大学病院予約制になってて、僕の場合は30分に1件ぐらいで進められればいいなっていう予約で進めてってると。で、スタートが9時で、お昼休みが1時間ぐらいそこから空いて、12時ぐらいまで診察して、で、その後また5時ぐらいまで診察を進めていくという形にはなります。で、もちろん順番通り進まないこともありますし、これ休館だから見なきゃっていう場合には後ろにどん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 伸びちゃうってことあるんですけども、基本的なスケジュール感としてはそんな感じでやってます。で、手術日に関しても、麻酔の先生いるので、麻酔の先生と連携してやってるんですが、麻酔かけ始めてもらうのがだいたい9時ぐらいから、やっぱり朝の。で、手術を1件午前中にして、で、お昼休めれば休んで、もう1件午後に手術して、で、6時、7時に終わればいいかなっていう雰囲気でやってて。で、やっぱり、とはいえ、休館でポンポン来る。本当は救急病院ではないんですけども、どうしても助けなきゃっていう場合にやるので、そういった場合には、それがもう一件手術増えたりとかっていう形にはなるかなっていうふうには思います。っていうのが大まかな流れかなと。やっぱり、土曜日、日曜日っていうのは基本的にお休みになるんですか？一応公務員的な病院のスタイルになっているので、平日診察手術、土日は休みって言っても結局入院がいるので完全オフになることはあんまりないですけど、今僕の場合はその土日のところを研修医の先生が見てくれたりとか、特任助教の先生が見てくれたりっていうところであれですけど、あとは土日にやっぱり学会とか勉強会とかっていうのが入ってくるので、そこでたまに潰れるっていうか、仕事が入ることはありますけど、できればファミリータイムという時間で、土日のどっちかは子供たちと遊んであげるというかっていうふうにはなるべく心がけてはいますけど、出取り行く時もあるし行かない時もあるので、何とも言えない部分はあります。やっぱり日々忙しいと思うんですよね、先生は。そんな中でどんなふうにその勉強の時間だったりとか研究の時間を作っていらっしゃるのかなということについてお聞きしたいです。診察の合間の時間もだし、一番木曜日かな、その診察と手術がない時っていう形の時間でやる時が多いですけど、あとはもう、さっき家族がいるって言いましたけど、帰ってご飯食べて、子供寝かして、やっぱまた9時ぐらいに帰ってきて、普通に勉強しますけどね。とか、学会の準備とか本当に夜ですよ。が多いかな。と思います。土日のどっちかはなるべく開けるようにするって言いましたけど、その片方はやったりとかっていうふうにはするかなって、しないともうね、マジでね、間に合わないんですよ。そうやって捻出するしかないのかなっていうふうには思いますけどね。でも多分ね、他の獣医さんたちもなんだかんだ勉強してるよ。だって僕勉強会でセミナーとかしますけど、普通にスタート夜8時とかだからね。夜8時10時で普通に4、50人聞いたりするわけよ。っていうので、多分獣医さんたちってやっぱ遅れないようにするには勉強していくしかないので、僕だけじゃなくて、みんなされてるんじゃないかなと思いますけどね。一般の小動物臨床の世界とやっぱ違う部分って多々あると思うんですけど、何か具体的にその異なる部分っていうのを聞かせていただくことはできますか？
異なるのはもう一番あれです。学生さんとかっていうところにやっぱり教えるっていうところが入ってくる。普通の病院であれば別に、まあ、後輩の獣医さんとかっていうところとか看護師さんに教えるっていうことあると思うんですけども、ある程度固定されてるわけですね。そんなコロ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 変わんないじゃないですか。で、うち大学病院なので、まあ、学生がそれは毎年毎年入れ替わりますよねっていうところに対しての指導が入ってきたりとか、あとは使命としては別に診察だけしているわけじゃなくて社会貢献っていうところも必要だし、まあ、研究者っていう側面もありますから研究も進めていくっていうところにはなります。で、まあ、何だかんだ診察しながらもですね、それこそ今年度出たのか今年論文出してますけど、例えばですよ、例えばですけど僕肝臓食器が専門なのでそういう相談も結構来るんですが、微生物の学研究室っていうのが宮台にあるんですけども、そこの先生と一緒に日本では今のところ報告なかったっていうウイルス見つけて論文報告したりとか今年してますし、まあ、それ去年検体集めてやってた仕事ではあるんですけどもとかやったり、そういうなんていうかな、診察はするし学生の指導もするし、それを生かしてまた研究したりとか社会に還元できるっていうことをやっていかなければならないっていうか、まあ、それはそれで面白いのでそういったことをするっていうところが大きく違うかな。あとは一般の病院さんと違うのはですね、一応今のところ二次診療施設って動物病院の業界では言うんですけど、一般の病院さんで見てて、まあ、ちょっと難しいなとか手に負えないかなっていうものを紹介して受けているので、どちらかといえば重症な患者さんを受け入れることの方が、まあ、多いですと、うん、っていうところが一般の病院さんとは違うかな。あんまりだからよく避妊手術、去勢手術っていうのは獣医さんやるんですけども、僕自身経験として避妊手術、去勢手術っていうのはあんまりしたことはないっていうのは全然違うな。っていうよりかはもう肝臓のしこりを取ったりとか、胆のうの、まあ、病気の胆のうを取ったりとか、とかっていうような疾患を見る方が多いので、まあ、僕は専門そこにしてるん で、ある程度、獣医って全部見なきゃいけないんですよ。なんていうかな、まあ、歯からさ。目もだし、お腹の中全部とか胸の中を見なくちゃいけない、ある程度ですね。だけど僕自身はある程度その臓器が絞れて見れてるというところは一般の病院さんのところとは違うし、だからこそそこの専門性っていうものが生まれてくるので、紹介を受けて審査するっていうこと自体が、まあ、臨床研究って言い方をしたらあれですけれども、まあ、自分の経験値としては溜まっていくっていうところが違うのかなというふうには思います。